どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマは特許権の出願です。特許権とは発明に対する権利のことです。特許権に対しての取り決めをしているのが特許法です。特許法では目的として発明の保護及び利用を図ることにより発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することが目的と記載されています。産業の発達に寄与することが最終目的になっています。特許権についてはナンバー104から知的財産のカテゴリーでシリーズとして説明しています。今回からご覧になられた方は過去の動画もご覧になられるのをお勧めします。特許権を得るまでの流れを大まかに書きました。特許出願、方式審査、出願審査請求、実態審査、特許査定。特許査定後は特許料の納付を行い、特許権を得ます。この後はそれぞれの詳細について説明します。特許出願後には方式審査がされます。特許出願で提出された書類に不備等がないかを審査をします。発明の内容まで審査しないそうです。不備があれば補正命令等があるので補正が必要です。補正をしない場合は出願却下とみなされます。ちなみに不備がない場合は通知等は送られてこないそうです。特許出願の1年6ヶ月後に出願公開が行われ、特許権の内容が公開されます。早く公開してほしい時には早期出願公開制度というものがあります。特許出願の日から3年以内に出願審査請求をしないと実態審査を行ってもらえません。先ほどの方式審査で問題がなかった際に通知がないのを踏まえると、出願審査請求を忘れないように注意が必要です。また出願時の出願料だけではなく、出願審査請求の際に審査請求料を支払います。出願審査請求を行った後は取り下げることができません。審査を早める優先審査制度や早期審査制度があります。拒絶理由通知は、実態審査で特許権を付与できない理由を発見した場合の通知です。意見書や特許権利の範囲を狭くする補正書で反論可能です。拒絶査定は反論なし、反論を行ってもダメだった場合の最終判断です。拒絶査定の送達から3ヶ月以内であれば拒絶査定不服審判が可能です。審査の結果、特許に値する結果だった場合は特許査定となります。特許査定の謄本が送付されてから30日以内に3年分の特許料を支払う必要があります。これらが済むと特許権の発生です。今回の動画は以上になります。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。それではまた。